第5レース1着赤岩芳生選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました、はい、勝利しました。結構整備忙しそうでしたけど。そうですね、うん、まあ、昨日も走る前から、はい、まあ、キャリーボディだけちょっと気になってたんで、うん、まあ、整備士さんに言って朝一番で帰って特訓行って、はい、まあ、これの方がいいなと思ってこのまま行ったんですけど。あ、そうですか、はいはい、じゃあちょっとレース見ながら確認していきたいと思います。並びなんですけど、これ進入どう考えてました？いや、まあ、麻生が突っ張らなければ入るつもりだったんですけど、はい、まあ、スターテンちょっと吹かしてみてもやっぱ突っ張ったんで、うん、まあ、じゃあダッシュでも、うん、まあ、練習は一本もしないんですけども、はい、まあ、何千走と走ってきてるんで、まあ、ある程度はいけると思って、はい、実際スリットは全速で行かれたんですか？いや、ちょっと見ましたね。ちょっと様子見た、はい、やっぱキリュウもちょっと見たって言ったんで1マイルちょっと入ってると思うんですけど。あ、そうですか、はい、じゃあ少し早いなという見え方だった。そうですね、はいはい、そしてその後の足どうでした？まあ、1マークはキリュウに頭叩かれないように牽制しながら回った分ちょっと漏らしてるんで、うんうん、井口君に刺されてますけど、まあ、でもいい足してると思うんですけど、はい、井口君なんですね、はいはい、まあ、でも届くから変わってくれたか、ね、まあ、変わるぐらいのあれだったので、まあ、まずまずは行き出したかなと、はい、うん、実際その整備の成果っていうのはこう上積みはしてきてる感じですか？着々と。あ、着々と、はいはい、はい。じゃあもう前傾のまず印象としてはどうだったんですか、モーター？まあ、いたって普通でしたね。普通だった、はい、で昨日やっぱ岡崎君に競り勝ったは勝ったんですけど、はいはい、本当にすごいなと思って隣にいて、あ、やっぱり出てるなっていう、うん、それでまあすぐまた整備を考えて展示終わってすぐ整備しに行ったんですけど。そういうことだったんですね、はい、でしっかりその結果は着々と出てる、はい、うん、今どの辺が一番いい感じですか？まあ、スタートの行き足はすごい気に入ってます。いい感じになってきて、はい、はい、決めやすいです、はい、あとはさらなる上積み狙ってまたこの後も、まあ、そうですね、まあ、47と比較しちゃダメですけど、まあね、はい、まあ、でも勝つためにはそこまで求めたいし、うん、まあ、1号艇もないんでね。あ、そうか、はい、なんとかとりあえず今日1着取れたんで、うん、はい、まあ、1号艇なくても何としても順位に乗って、うん、自力で1号艇掴みたいです。なるほど、はい、そうですよね。まずは順位じゃ高枠狙いという、まあ、まあ、まあ予選突破からまずは、ね、はい、はいはい、じゃあ、あとは今日はね、ここで1回になりますので、はい、明日の戦いに向けてもう一言皆さんにお願いします。はい、明日は2走ですけど、まあ、あと残り予選3走、まあ、最終までとにかく一走一走全力を出します。お願いします。はい、赤岩選手でした。それではカメラさんお願いします。はい、はいはい、お願いします。あ、はい、これやったことありました？ないです。あ、ないです。久しぶりの SG なんで、ね、2ヶ月も休んだから。そっかそっか、思いっきりその思いの丈を、はい、最後じゃあちょっとガッツポーズかな、ガッツポーズ決めて、はい、はい、ありがとうございます。